左回転、反時計回りって言ったらいい、まあまあ、右利きは左回転、どうやったら分かるんですか。反時計回りっていうのは、こうやってつまむより、はい、バレルの上っ面、この水平で、うん、上と下で分けたら、上を持ったら嫌でも左回転するんです。へー、それか親指を後ろにするか、ね、いや、こうだと、これで結局下に重心いってたらダメなんですよ。上をつまんだ、ね、だからこうやってやったら落ちちゃう。兄みたいにこうすればいいのに、こうやったらボックとかのグリップは落ちちゃうんですよ、うん、でもこうの人は、時計回りになる、なりやすいんですよ、うん、だけど よく見てほしいんですけど、フィルとかもこうやって親指が寝てないで立ってると思うんですけど、はい、立ってる、ね、立ってる人たちってグリップ上持ってす、矢の矢が上、人差し指は上に、矢の水平の部分の上を持ってすと左回転、はい、いやすごい。こうして、うん、この下持ってる状態で、うん、こう離すと、うん、離すしかないんですよ。どういうこと？離すしかない、要はパッて離すしかないんですよ、うん、開いていくしか、うん、で上持つと、うん、投げる時にどうしても、うん、こっちに引っ掛けちゃうのが嫌だから、人間離すんで親指に乗るんですよ。なるほどね。で親指に乗って、うん、乗ってこういう回転になっていくっていう理屈なんですけど、逆に で今度上